タロ散歩チャンネル。ああ、滝川駅帰ってきました。いい感じの夕方、あの夕日がすごく綺麗だったんですよ。そっちから見えるかな。大丈夫そうだ、そっち行ってみますか。本当に夕日がとても綺麗でした。ちょうど屋根に隠れてますけれども、じゃあ改札出ましょうか。一回でですね、次は岩見沢の方に、戻るんですけれども、ちょっと一旦この1日散歩切符のこちらの乗車券は一旦お休みします。岩見沢までで何乗りますかと申しますと、ちょっと富良野の駅で買ってきたんですよ。富良ら弁エクスプレス4号17時45分発岩見沢18時15分着、4号車の4番の A ということで、こちらはあれです、札幌方面の一番前の窓側を確保することができたんですよ。なんかたまたまここだけ空いてたんですよね。じゃあもう押さえちゃえということで押さえました。2号車と3号車はお話しした通り、その両側じゃない真ん中の車両は自由席なんですけれども、まあ、520円安く乗れるんですけれども、でもせっかくだからやっぱりちょっと前の展望とか、座席とかちょっと押さえとこうかなと思いまして、これを今回切符取らせていただきました。夕日が眩しいですけれども、もうあと30分ぐらいしたら逆に言うと日が落ちてしまうという高さまで来ております。逆光すぎて私には何が映ってるかさっぱりわからないですし、肉眼で見てもすごく明るすぎてよく見えないんですけれども、あのちょうど今ねライダックが、ね、札幌方面に向かって出ていきますが、あれはちょっとスルーしまして、あと40分ぐらいで、列車が来るのでちょっと待ちたいと思います。まあ、ここの滝川ターミナル出入り口もすっかり、まあ、使われなくなって1年半が経ってしまいました。もうそんな経つんですね。こっちの方にコンビニがあるわけでもなく、なんか、まあ、ご飯食べるにもちょっともう30分で電車来ちゃうんで、それもなっていうのがあるんですよね。でも軽く街は歩きたいかな。なんか思うに岩見沢まで我慢してもいいかなって思えてきました。あの岩見沢行けば確実にあの1階のとこにセブンイレブンありますからね、あれでもいいかなって気もしましたけどね。そうしようかな。やっぱりこう駅前とか、まあ、駅中になんか食べられるところとか軽い食事っていうか、なんかコンビニとかがやっぱあるかないかって結構大事ですよね。滝川はちょっとそういう意味では使いづらいところなのかもしれないですけれども、ただですね、あの滝川の名誉のために一応申し上げておきますと、あの食べ物屋さんは結構こう駅の近くにあちこちあるんですよ。それはあの岩見沢より多いかなという気がします。だからまあ、 あの結論としてはどっちもどっちかなという気もしますけどね。ただなんかお手軽になんかちょっとこう時間のない時にパパッと買って列車の中で食べるものを調達するという意味では岩見沢の価値かなという。結局普通に歩いて行って帰ってきただけでしたけれども、滝川駅戻ってきました。だんだん日も落ちつつありますが、とりあえず富良野ラベンダーエクスプレス、あのさっき富良野駅に泊まってたあのクリスタルエクスプレスのタイプのやつが来るそうです今日は。まあ、それまでちょっとおとなしく待ってましょうか。じゃあ早速じゃあ乗りますかね。そろそろ改札すると思うんで。富良野ラベンダーエクスプレス4号、札幌駅4番乗り場で、ここが1番線で向こうが4番5番ってことは2番と3番が、ああそうなんだ。これが1番線、富良野方面に行くやつ、そして真ん中に2番3番立ってホームがあるのが4番で、我々が今回のが4番です。そしてこの滝川駅のこの謎にちょっと曲がってるこの階段、いい感じに日も暮れてまいりましたね。じゃあここ4番線に乗ります。さーて、富良野ラベンダーエクスプレスやってきました。4号車は先頭車になりますね。
この辺から入ってみましょうか。キサロハ182って書いてます。がこんな感じ。あ、動き出しました。こんな風になってる。あれ、下はどうやっていくんだ。さっきのとこ戻ってきたんですけど、下はこっちからしか行けなさそうです。あ、普通個室通り抜けできませんということで。あ、こんな風になってるんですね。ここまでにしときましょう。じゃあ本題に行きますけれども、4番の A ですかね。お手洗い、お手洗い、洗面所、荷物置き場も完備してますね。
あ、どっちの方かな。この間と同じだったらこっちですよね。なんかね、座り心地がね、なんていうかな、あの、焼いた後に真ん中がへこんだスポンジケーキみたいな、そんな感触だったんですよ。なんかわかるかな、なんかそんな感じなんですよ。だからこれ今あのオホーツクとかで使ってるあの183系の亜種っていうのなんですかね、その系列なんですよね。実際にはこっちが札幌でこっちが富良野方面ですからね。お宅の皆さんがこぞって先頭のところにおりますけれども、ちなみに前から見るとこんな感じなんですね。まあ富良野の駅でも見ましたけどね。ここから運転手さん登るんですけど、はしごかなんか使うのかな。はしごっぽいですよね。あの辺にもお宅の皆さんがいらっしゃいますけれども、あれでっかい三脚持って大丈夫なんですかね。そしてね、私のことだから毎度毎度やっぱり上のここが気になりますよね。だからこちらがね、火事で焼けて2007年に再建された新しさに比べ、こっちの方は別に焼けてないんで、古いのがそのまんま残ってるし、これもレールをこうぐにゃって曲げたような感じがしますよね。今日も元気に馬がいますけれども、耳のところになんかね、雲が糸張ってますよ。富良野ラベンダーエクスプレス、お土産に、記念に切符いただきました。よし、じゃあ何か買って、じゃあ札幌行って今日はおしまいにしましょうか。あのまたおにぎりとお茶と買いました。360円ぐらいで、まあ、といってもね、もうね、まだね20分ぐらいあるんですよね、次の電車まで。どうしようかな、そこで食べましょうかね。セブンイレブンのアールグレー93円、それから鶏五目が135円、税込み135円で、ツナマヨが124か、税込みで。じゃあこれの出番ですね。これが復活します。で今度は一番線ですね、こっち。あのね、6両編成だけども、こっちがね、クロスシートで、向こうがあのロングシートだから、こっちがいいですよね。よっこいしょっと。この先、揺れることがありますので、お気をつけください。また、走行中やむを得ず、急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は、つり革や手すりなどに、今日の動画を始めた駅、白石駅まで戻ってきました。いや、本当は札幌まで行こうと思ったんですけれども、
折り返し千歳線で帰れるので、折り返してそして、新札幌行って今日おしまいにしたいと思います。じゃあ今度はこれで新札幌行って今日終わりにしようかなと思います。混んでるなやっぱり。ということでじゃあ新札幌到着いたしました。じゃあということでじゃあ今回はこの辺で終わりにしましょうか。いつもの新札幌駅こちらのイオンのところまでやってきましたけれども、じゃあ今回もご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。